熱き戦いの末、呂布は孫策に勝利し、炎術もろともこれを退けた。曹操が勢いを失った今、周囲に呂布と対しうる敵はいない。ならば今こそ長安へと剣道将来し、かつての雪辱を果たす時。李郭、郭氏らを討ち、帝を手中に収める。だがそれではあの董卓と同じではないか。呂布は考える。ならば己が取るべき道は。一方袁紹は、呂布が天下への最後の一手を打つと察知、これを阻止するべく命を破り、呂布に対し大軍を差し向けた。天下を制するは己。袁紹の息を感じ、呂布はこれを迎え撃つ。長領陳宮も袁紹の大軍を前に機嫌を上げる。勝つのは奇神か明族か。決戦の地関都に両雄が激突する。秦宏大、乱世にその名を轟かせましょうぞ。袁紹め、手を組むだの戦うだのと、なんとせわしない。致し方なしかと。それほど我らは乱世の脅威となったのです。なればこの勢いに乗じるべし。今の我らの前に怖いものなどありません。しかしこれほどの軍を要すると、おそらくはこの乱世に最大の勢力か。何の数を頼んだところで呂布殿にかなうべくもなし。さあ世間知らずの名族殿に力の差を教えてやりましょうぞ。呂布殿の道を阻む者、この趙文猿が撃滅せん。よし行くぞ。先祖両夫め、貴様の進撃もここで終わりよ。進め、名族の軍の盛況さを示すのだ。兵の高を覆すのが軍師の役目。この陳宏大、必ずや勝利を我らに。大軍とて兵反戦を立てば崩れるのは必然。両夫殿、まず兵反戦を寸断しましょうぞ。長領殿には遠心を取ってもらいましょう。逆の領域の不動を通して放ってはおけませんから。お二人の動きはこれでよし。さて私は援護に回りましょう。戻って策の練り直しだ。この遠心はこちらの夫人における花散らすなど、この趙春雷が許しませんよ。七へと飛び込むとは愚かな軍師ですね。せめて美しく勝手に私を楽しませなさい。今こそこう地に飛び込まずして野望は果たせません。上々の仕上がりです。あなたを倒し勝利を我らに。お見事、見せつけてくれますな。短期で来た、それを無謀というのだ。
かな。愉快愉快。まだまだ。決めますぞ。せや、決めますぞ。天神を制圧したならば憂いは憂いはなし。さあここからは全身に徹しましょうぞ。決めますぞ。どうなら突出すればどうなるか身をもって知るがいい。決めますぞ。私に勝てますかな。愉快愉快。決めますぞ。
の将は何をしておったのだ。これで栄養は孤立無縁。さあ、いよいよ炎章を追い詰めますぞ。ここは二手に分かれて敵の撹乱だ。呂布軍を慌てさせてやろうじゃないか。やれ、本陣を気にかけて戦わねば。曹操は本当に厄介な存在ですな。よし、今だ、門を開け。曹操軍と連合し、呂布の本陣を目指すのだ。今こそか。上等の仕上がりですね。おやおや、ついに満足つきましたかな。では、我らの勝利へ最後の奮戦と参りますぞ。これで勝ったと思うなよ。敵将、打ち取った。おお、素晴らしいご活躍。私の勇姿を信じろ。つまらん石灰を信じろ。ああ、雑魚どもを何とかしろ。あ、おとなしく狩られるんだな。一人か。いいね、一人か。俺様も殴られたもんだ。ぶっ倒す。やっと。仕上がりですね。
また頼むわ。敵将撃ち取った。上司はどうだ。呂布の軍師だろ。それあっと倒せばこの戦は終わりだ。これはこれは曹操の軍師殿、そう簡単に私が倒れるとお思いなのかな。その勢い誰にも止められますまい。おい、我が自由で葬ってくれるわ。さあ私が可愛がってあげましょう。Oh!
ってますかな。決めますか。敵将撃ち取った。本当はね、おのれりょ不明、この屈辱必ずや注いでくれる。これでもはや家北に敵はなし。さあ、いよいよ我らの天下は目前ですぞ。